新型振り子式車両のレギオスウィンガー、エックンザグレブ中央駅路線のクロアチア鉄道は、クロアチアがユーゴスラビア連邦から独立した後に成立した国有鉄道である。2004年現在、2974km の路線延長を有し、うち 248km が複線化、1228km が電化されている。電化方式は、 ユーゴスラビア時代は直流 3KV であったが、その後のザグレブ・ベオグラード間の近代化に際しては、交流 25KV、50Hz が用いられ、直流電化路線の交流電化への変更も行われた。それでも直流電化路線が存在しているため、クロアチア鉄道は、硬直流用の電気機関車の導入を検討している。 主な路線としては、首都のザグレブを中心として、以下の通りである。この他にも、近隣国のスロベニア、ハンガリー、ボスニアヘルセゴビナ、セルビアへ通じる路線がある。クロアチア鉄道は、緊急に近代化の必要がある。ユーゴスラビア連邦の解体後、鉄道設備には、最小限の投資しかなされてこなかった。主要幹線の多くは、単線、非電化である。 さらに国土が平地が少なく山がちなこともあって、急勾配、急曲線が多いため、列車の速度は遅い。最近10年間では改良も行われており、自動車の利便性に対抗できる水準まで、鉄道を改善することが目指されている。現在、国内の営業最高速度は、時速 160km で、試験運転では、時速 185km である。 線路改良により、ザグレブ・ビンコブ時間の路線では、最高速度が時速 80km から時速 120km、さらに時速 160km に引き上げられた。近年は、ボンバルディア社の製造による、新型振り子式車両のレギオスウィンガーが導入され、二大都市であるザグレブとスプリトを結ぶ、三間路線などで用いられている。 列車名はエクンこの区間の所要時間は、それまでの9時間から5時間半に短縮され、車内設備も改善されて快適になった。この車両は、他の諸都市に向けて、さらに運用を拡充する計画がある。さらに、高速鉄道を拡大する計画もある。カルロバツリエカ間に新線を建設し、ハンガリー国境からカルロバツまでは、 在来線を改良する事業が2007年に着工されており、全線電化し、高速化と利益化の港湾から、東ヨーロッパ内陸部への貨物輸送の改善を目指している。ありがとうございます。